はい、皆さんこんばんは、佐藤隆一です。おうちドラゴンリターンズ、今日もやります。今日のテーマはですね、まあ人生というかですね、まあ年取ってフォークギター持って人生語るっていうのはもうクソタレだっていう感じしますけれども、まあ清志郎なんかは多分そう言ってたと思いますけれども、されどマイライフということでですね、ちょっと今日高齢者にターゲットを絞って、その人生について考えてみたいと思います。最初に歌うのはマイウェイです。このマイウェイっていうのはですね、本当おっさんがカラオケで気持ちよく歌うっていう、もうどうしようもないイメージがありますけれども、フランク・シナトラのマイウェイはオリジナルはね、ものすごいいいですよ。ぜひ聴いてみてください。日本では布施明さんが、歌ってる歌が有名ですよね。こういうやつですよね。今船出が近づくこの時に、こういうやつですけれども、はい、あ、石投げないでください。はい、ということで、今日はこのマイウェイ、実はもう一つの役があるのを見つけました。岩谷時子さんなんです。この役がですね、元の英語の詩を読むとですね、さっきのも結構異役であるのに対して、この詩は結構原神忠実なんで俺結構好きなんですけども、でこの岩谷特攻版のマイウェイをですね、セックスピストルズのアレンジに乗せて歌ってみたいと思います。やがて私もこの世を去るだろう。長い年月、私は幸せにこの旅路を今日まで生きてきた。いつも私のやり方も少しはあるけれど、人がしなけりゃならないことならば、できる限りの力を出してきた。いつも私のやり方で、あなたは見てきた。私はしたことを嵐も恐れず、ひたすら参加みたいなものですけれども、あのフランク・シナトラっていうキャラクターはどっちかっていうと何ですかね
まあ、いわゆる昔の課長っていう感じの、だからいろいろやばい橋も渡ってきたけど、これは俺のやり方でなんだっていう、ものすごい開き直りとですね、そういうなんかアメリカっぽい感じのあれですけれども、ということでマイウェイを聴いていただきました。生まれてこなかった者たちへという歌があります。で、まあ、これは、前は必ず歌ったりしてた歌なんですけれども、自分が生まれてくる前まで遡ってですね、精子と卵子が出会うところから、歌が始まります。では、今日これをちょっと長い歌なんで。僕がまたこの世に生を受ける前に、父と母は闇の中で互いを求め、聖なる儀式をしたに違いない。脈打つエネルギーは解き放たれて、僕らは一斉にスタートを切った。数億匹の兄弟と一緒に、オオタマジャクシの生存競争、怒涛の船でさ、暗闇泳いで岸にたどり着く前に、兄弟は力尽き流されていった。宝くじよりずっと稀な確率で真っ先に扉をノックしたのは僕。迷わず頭から飛び込んだ。他のものは残らず消えた。それがどれほどの幸運だったのか、僕には知る由もない。遺伝子同士じゃんけん繰り返し、 DNA の順列組み合わせ、融合分裂細胞増殖、生命進化の夢を見てた。トカゲだった頃や、鶏だった頃の記憶をたどり、寝返り打った。昭和27年10月のある朝に、僕にとっての歴史が始まった。暖かな闇から強い光を浴びて、とりあえずおぎゃと泣き叫んだ。その瞬間から長いようで短い人生のステージの幕が上がった。それがどれほどの幸運だったのか、僕には知る由もない。やっと生まれた長男のために、赤飯がたかれ家中華やいで、じいさんは頭を絞り名前考えた。辰年生まれだから龍一にしようと、全ては僕の意思とは無関係に用意され、僕に与えられたのはただただ愛されて育つという、なんとも幸運な役割。昭和は戦後の混乱から抜け出し、高度成長、所得倍増、フロア戦闘公園で紙芝居、貸し本漫画にプロレス中継、ヒーローに憧れ秘密基地を作った。泣きべそを描いた夕焼けの空、強くなりたかった。恋に破れまた恋に落ちて、友達ができて裏切りもあって、雪解けのぬかるみきらめく春の海、人生は土砂降り
照りつける太陽、頭を下げたまた嘘ついた、もうどうなってもいいと思うくらい愛した。世界は僕と同じように生まれた生き物で満ちていた。望まない死を迎えたやつがいた、望んで自ら死を選んだやつもいた。人にはそれぞれの事情があって、おかげさまで僕は今ここにいる。生まれてこなかった者たちよ、どうか悪く思わないでくれ。数億分の一の代表として精一杯生きるから、な兄弟。じゃあ また明日、何が出てくるでしょうかということで、良い眠りについてください。どうもありがとうございました。佐藤隆一でした。 See you tomorrow.